しもし。うん、私。実はちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷まで来てくれないかな。ね、お願い。え、元気がないって？そんなことないと思いたい。来てくれてありがとう。あれよ、元気がないっていうか、ちょっと行き詰まりを感じちゃってるっていうか、あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん大きくなってて、このままだととんでもないことになりそうだから、なんとかしなきゃなんだけど。情けない話、今のリベリオンズじゃこの子たちを保護するのでいっぱいいっぱいでさ、これ以上被害が増える前にこの子たちをデジタルワールドに返してあげたかったんだけど。デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私たちの故郷はもはやどこにもないのだ。私、デジモンたちを保護して元の世界に返してあげればまるっと丸く収まると思ってたんだけど、デジタルワールドがそんな状態じゃ返してあげることもできないし、このままこっちにいてもこの子たちは傷ついちゃうし、一体どうすればいいのか分かんなくなっちゃって。そしたらオメガモンがね、他のロイヤルナイツを探そうって。次元の扉が開いた時にロイヤルナイツたちはこちらの世界へと移動したはずだ。今はそれぞれに思惑があるのだろう。おのおの身を隠している。この東京かエデンのどこかに彼らを探し出し説得に当たる。人間を滅ぼそうとしている連中の説得は困難だとしても、彼らとは異なる道を模索する者、迷いのある者がロイヤルナイツの中には存在する。彼らはきっとノキアの強い思いに呼応してくれる。ロイヤルナイツに従うデジモンは多い。一体でも多く我々の側に引き入れることで人間との対話に応じるデジモンを増やすことができるのだ。そうなれば混乱も少しずつ収まっていくはずだ。というわけでロイヤルナイツたちを探そう。っていうか出番っしょ、電脳探偵さん。無理か。ふう、せっかく上がったテンションが。いないものは仕方がない。私が他のロイヤルナイツの気配を探ってみよう。え、気配？そんなんで居場所が分かっちゃうの？我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大。作為的に気配を隠さない限り、おおよその見当はつく。じゃあ最初からそうすればいいのに。とは言わないし思ってもいないよ。すまん、ノキア。おっと、早速気配を感じたぞ。ここから一番近いのは
向こうの方角だな。向こうの方角って秋葉の方？そのようだな。リュークモンの気配がする。すぐに向かおう。君も向かってくれ。説得が通じなければ最悪の場合戦闘になる。君がいてくれると心強い。滑稽な姿だな、オメガモン。あれはリュークモンの気配を感じたはずだが、まさか一番最初に会うのがお前だとは思わなかったぞ、ドゥフトモン。デジモンだけでなく人間の子供まで引き連れて、おめえが最後の聖騎士の名が泣くぞ。オメガモン、貴様ロイヤルナイツとしての誇りを捨てたか。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら説得しなくちゃ。説得だと？甘い、甘すぎる。オメガもこのような人間に加担するとは、貴様は人間世界を滅ぼすという我らの考えに背くつもりだな。ドゥフトモン、お前はイグドラシルの意志を自分の都合のいいように境界しているに過ぎない。人間世界を滅ぼす、本当にそれしか道はないのか。やはり貴様とは意見が合わぬな。我は我のやり方でイグドラシルの意志を成し遂げる。全ては我らの世界を救うためだ。ねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために私はここに来た。私は私のやり方でお前たちを止める。貴様にそれができるのか。全てはこちらの計画通りに進んでいるというのに。計画通り？それじゃあ今までのことは全部あんたが仕組んでたってこと？ロードナイトモンをこの世界に送り込み、次元の扉を開かせて我らロイヤルナイツが通れる道をうがつ。これこそこの世界を滅ぼすがために施した我が策よ。ドゥフトモン、そうはさせんぞ。お前はドゥナスモン、まさかお前もドゥフトモンと同じ考えなのか。ここで決着をつけてやってもいいのだぞ、オメガモン。
崇高なる意志を邪魔する者を誰であろうと排除する。やめてよ、あんただってロイヤルナイツなんでしょ、オメガモンの仲間なんでしょ。どうして仲間同士で争う必要があるの。人間風情がそれ以上さえずるなら命はないと思い。人間とかデジモンとかそんなの関係ない。私たちはもっと分かり合えるはずだよ。人間とデジモンは一緒に生きていけるんだから。死に急ぐか、この娘が。そこまでだ、ドゥフトモン。デュークモンか。その娘の言葉一理ある。デュフトモン、この場は引け。デュークモン、貴様も人の側に落ちたか。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたその原因よもや忘れたわけでは。無論片時も忘れたことなどない。だがそれが人間世界を滅ぼす理由にはならない。よかろう、ここは引いてやる。ロイヤルナイツ同士の戦闘は消耗が激しすぎるからな。だが我らは計画を止めることはない。この世界を滅ぼすことこそイグドラシルの意志なのだ。それじゃやっぱりデジタルワールドは全てイーターに食い尽くされた。状況はもはや絶望的とも言える。そんなオメガモンが言ってた通りになってるなんて。我らロイヤルナイツはデジタルワールドからイーターを排除するために戦い続けてきた。イーター発生の原因となった人間に対してもドゥフトモンたちの怒りは計り知れないものがある。だからこそ彼らは必要なまでに人間を憎み滅ぼそうと考えている。イーターと人間を一掃するため、ドゥフトモンと彼に賛同するロイヤルナイツたちがことを起こしたのだ。どれくらいの数のロイヤルナイツが人間を滅ぼそうとしているの。少なくとも半数以上だ。迷いがある者も少なくない。彼らを説得し仲間にすることは不可能ではないだろう。無論お前たち次第だが、やってくれるか。そう来なくてはな。次元の扉が閉じたことでデジタルワールドからのエネルギー供給は止まっている。おそらくドゥフトモンたちがすぐに動くことはないだろう。どこかに潜んでエネルギーを蓄えるはずだ。彼らが本格的に動き出す前に残りのロイヤルナイツを探し出し対処せねばなるまい。でもさ、ドゥフトモンに従うデジモンとは戦わなきゃいけないんだよね。ああ、それは避け得ることだろう。しかしできる限り説得は続けよう。まだ仲間になってくれるデジモンはいるはずだ。我が盟友デュークモンのように。そうだな、憎しみにのみ囚われていては選ぶべき道を見誤る。私も君が言っていたようにまず人間を知ることから始めよう。うん、
き続きロイヤルナイツを探すとしよう。他のロイヤルナイツの反応は各地に散らばっている。デュークボンもいてくれることだ。手分けして探すのがいいな。オッケー、そんじゃ頼んだわよ。電脳だって、私たちも誰か見つけたら連絡するね。
無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。続けていこう。続けていこう。みんなよく頑張ったね。
無理しちゃダメだよ。